こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、グルーブウェッジとこのようにタンバリンのジングルがついたジングルウェッジ、そして、この横を叩くことができるですねカスカラウェッジ、以上の3点を説明します。はい、各、この3つですね、ざっくり紹介しますと、まずグルーブウェッジ、これはクローズドリームショットのコツンという音が大きくなるようにということで、スネアドラムにつけることが多く、なっていますね。で、特に12インチや13インチなど小口径のスネアドラムでこうクローズドリームショットやってもあんまり音が大きく出ない場合にすごく効果的です。もちろん14インチに使ってもこの木が当たった感じの鳴りっていうのはすごい特徴的ですね。使えるサイズなんですけれども、グルーブウェッジは8インチから15インチまで、14インチの6欠に関しては、対応していないので気をつけてください。そして次ですね、ジングルウェッジ、これは叩くとタンバリンの音がするので、クローズドリームショットした時にタンバリンの響きがするという、もうそのまんまですね。そして、サイズなんですけれども、これはさっきのこっちは8からできましたけど、こいつは10インチから15インチですね。等インチから15インチ、で14インチだけど6欠のものには対応しないので気をつけてください。で最後、カスカラウェッジ、これだけですね、グルーブウェッジとかはこうすごいバームクーヘンみたいになってるわけですよ。でこっちはちょっと薄いですね。基本的にクローズドリームショットではなくて、こっちここ叩くことを考えて作ってあります。サイズは、これですね、10インチ、等インチから18インチまで、使えるという、一番こう幅が広い使用できるタムの大きさは一番でかいですね。ではですね、叩いてみた感じ、いろいろと、撮ってみましたので見てみてください。はい、ジングルエッジの、後ろにこのように L 字の金具がついていて、穴が開いています。蝶ネジがついていまして、ここのスリットに沿って、動きます。それでは取り付けてみます。はい、取り付け完了です。ということで、ジングルウェッジ、カスカラウェッジ、グルーブウェッジと3種類ですね。これいろいろな今やったやり方だけじゃなくて、すごいいろんな、叩き方とかセッティングの仕方とか、可能性があると思いました。ぜひですね、皆さんいろいろと試してもらいたいと思います。それでは白井ミュージックの白井としみつでした。